もう一枚あった。ももこ、ほら、おそう寄って寄って。なんかブー。この野郎。こら。まあなんとかだろ、まったく。ももこ。はい、撮ったやつ。あら、あら、もうないんだフィルムが。あら。ねえ、あそこの売店なら売ってるわよ。あ、ちょっと買ってくるわ。ももこそこにいるんだよ。ね。またある。危ないとこ行っちゃダメよ。ももこ。さよなら。
しまって、ほほ、ルミ子が分かった。俺のことも分かった。何言ってんの。いやね、ここはどこ、私は誰の世界じゃないってわけだ。信じてくれないのね。いや、信じないことはないけどさ。あ、これ極秘だけどね、ほら、野球部のやつの田村、去年甲子園で準決勝まで力投したあいつ覚えてるだろ。うん。先週2日休んでたのさ、誘拐されたって。誘拐。うん。それもどこ行って何してたか何も覚えてない。それじゃあ、だけどさ、桃子は今朝俺と一緒に登校したんだし。うん。授業中行方不明になってたわけじゃないだろ。リードリームだね。6時間目の尾金先生、鼻毛3本抜いてた。有志。まあ田村みたいに能力変化でもあれば別だけどさ。どういうこと。うん、末は大リーガーか最悪エガーと言われてた速球がまるでダメ。肩を負傷してたわけでもないんだぜ。だいたい桃子はなくしたら困るような才気ってないもんな。このちょっ、いねえな、まったくバーカ、落ちろ。ほう、サンキストオレンジじゃん。2つ3つ欲しいな。ほっ、やった。おい、勝手に行ったんだ、勝手に。例えば全部落ちろなんて思ったりして。オレンジに追いかけられたら悪夢。キャプテン、もう取ってくれます。行くぞ。
それだもんな。まったく我ながら切れるよな。スピードボールはおろか、まっすぐにも投げられなくなっちゃったわけ。かわいそうでしょ。とてもとても。サボリ事件っていうんだって。カタカナでサボリ。なんとなくイタリアの過激派誘拐事件みたいで、ちょっと気に入ってんだ俺。要するにサボったってみなされてるわけね。ほら、陸上の山下、ハードル14秒が今じゃどう頑張っても17秒。ほら10番の井上、ちょっと見せて。あのざまさ。他の学校にも何件かあってさ、スポーツとか勉強面とかで特別な能力持ってるやつが2日間1回不明になって、踊ってくれたただの人、その間の記憶なし。すっげえ。弱い阪神タイガースを逆ドラフト指名してやるつもりだったのにな。かな。やっぱしデイドリームかな。何それ、ママにさっぱりわかんないよ。それよりパパもうじ帰ってくるからさ、ディナーの支度してくるわ。桃子あと頼んだわね。うん、
れは、家庭内暴力、桃子をしっかりしてよ。家庭内暴力はね、話し合えば治るのよ。ね、分かる、分かることなんだからね、お母さんね。ママ何でも話してちょうだい。桃子。朝まで眠っちゃうだろう。やっぱり私が働いてるのがいけないのかしら。でも家庭内暴力だと決めつけるのはな。あなた現場見てないからよ。ものすごかったのよ。だいたいね、パパ、あなたがしっかりしてくれないからこういうことは起きるの。でも桃子は信用するしかないだろう。いつだってそれしか言わないんだから、パパは。これはフレオン様、お借りでしたか。記憶をショートさせて返してやれ。止めろ、ただのナチュラルだと言ってるだろ。記憶をショートさせて返してやれ。はい。才能の方は吸い取っておきますか。すまんな質問するな。吸い取ってファイアしておくに決まっただろう。すまんな質問するなって言うんだ。ワシントン DC にあるエスパー開発センターにも顔を出してみたが、クズばかり。あの程度ならうちの研究所では初心者コースだ。
ああ、全くその通りだ、丸井。今回の視察旅行は無駄足だった。そんなこと言ってませんよ、私。プールの完成が遅れているな。うわあ。あと3日だと。あ、体が。例の水の分析に手間取った。待ってが。言い訳はたくさん。ヤヒナヒューマンがつまらぬ言い訳をするな。エージェント片山、緊急回路は本当に本当の緊急の時と定められているぞ。今度こそ間違いありません。本物のエスパーです。実はうちの学校の女生徒で柴田桃子という。分かった。お話しませんか。あっ、いいじゃん。アキラブレイクルー勤めよ。なんじゃないんだいけ。ほら後で、ちゃんとけ、ちゃんと。ほら、見て見て見て。よっ、君元気？元気ないね。人に言えない悩み事ありの顔だな。どうなったんだ先輩、塩取ってもらえますか。うん、あいつはどうなったんだよ。俺はね、分かってんだよ。すいません。君たち、ちょっと席外してくれる？元春に話があるから。あの顔シリアスですね。女の子の日が来ないんだろう。これ。あれって。
いつから？昨日突然。俺も。黙れ。日本が美しい。自信を持ちたまえ。エージェント答えは標的0300。見失ってはいないだろうな。時間を合わせる。攻撃時間は0315から0530の間とし、標的が単独行動を取っている時のみです。いいな。はい。しかし普通オペレーションスナッチは5人以上のチームで実行することになってますけど。私マリーはおじさん5人分の知力と兵力を持つスーパーヒューマンなんだ。お見知りおきを。何悩んでんだよ。悩むことなんか何にもないじゃん。あなたの超能力は便利だからそんなこと言ってられないけど、私のなんてまるでコントロール効かないし、ガラスや鏡壊すばっかりだし、不公平だわ。よ、あんまりやけになって俺のこと他人に話すなよな。ずっと隠しとくの？当たり前だろう。まあ1年ぐらい経って芸能界にデビューしたくなったら記者会見しちゃうかもね。君ね、セブンイレブンのブリトー様に感激してるようじゃ。まだまだだね。メキシコ料理ならなんてったね。エスパーって本当に私たちだけなのかしら。インフルエンザみたいにさ、突然パッと流行してみんな隠してるだけで。今やアメリカだって四分勝って第二次メキシカンフードブームが起きてるからね。ヘルスフードとしての進化も見直されてるし。君たちちょっとここで待っててね。私やる。本当？ちょっとどこで撮んのよ。考えろよ。行くわ。ちょっと相手役誰よ。本当、うわ、ちょっと僕散歩させてくれなくていいのよ。おばさん、この犬あの車に乗せといちゃいけないよ。なんだかわかんないけどさ、ちょっと子供に絡まれてんの。ちょっと待ってて。何よ。おばさん、僕が忠告してあげたんだから素直に聞いときな。ふざけんじゃないよ、このクソガキ。死んだね。顔見たときに。どこで見たの？お風呂。僕肩まで沈んで50まで数えてたんだけど、49、50って言ったら目の前の湯の中スーってね。いいよ、おまっとうさん。ねえ、
私たちディラスコーラって言葉で結びついてるみたいね。うん、誰かに呼び集められてる気がしないでもないな。スパゲッティカルボナーラを食べたい気分だったけどな。そうかよ、俺はダブルウナジュの気分だったんだよ。で、間を取ってこれ。悪かったな。大人相手にムキになることないでしょ。銀次郎くん、素敵よ。今度お姉さんをシャレた雰囲気のイタリアンレストランに連れてってくれる？六本木のジーノだったらいいムードだから、うん、食べよう。ディラスポーラ誰かしら。僕乙女座なんですよ。先生とすごく相性いいんです。運命の出会い信じますか？僕と先生とは、ね、巡り合う運命にあったんですよ。いい加減にしてください、マリスさん。そんなくるぶしってのはどうだ。あいだ、待ってください。冗談じゃないぜ。なんで俺たちの行く先々に超能力者が現れなきゃなんないのさ。だから元春も言ってたじゃない、誰かに呼び集められてるって。うん。よう、お前どんなことできるんだ。スプーン曲げるくらいじゃダメだぜ。よし、分かった、やってやるよ。よし、あの黒いビルの屋上、あそこにテレポートしてやるよ。ほう、じゃあ見せてもらおうか。おう。おい、うまくいったのかよ。おい、おい、いるか。助けてー、ここだよ、早く助けて。おい、あそこ早く助けてよ。大丈夫か。大丈夫、火が先だ。助けて、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 助けて。ロープが先だよ。1時間の間に2人のエスパーが引っかかったんだから、もっと歩けばもっと釣れるかもしれないぜ。別に俺、君に釣られたわけじゃないよ。なんだよ。桃子さんを見たら突然誰かがディラスポーラって心に支えてきたんだ、うん、桃子さんにコンタクトする必然性を感じただけさ。君なんかまるで目に入らなかった。僕もそう。それじゃ何かよ、桃子が女分で俺たち三下かよ、桃子がマドンナで俺たちバックコーラスかよ、桃子が卑弥呼で。それじゃあ二手に分かれてエスパー探しやってみようか。やってやろうじゃない、うん、面白いじゃない。1時間後に加賀谷町のコーナーのゲームセンターで会おうぜ。またあるってば。集めたエスパーの数で誰がリーダーか決めようぜ。じゃあな。誰がリーダーだっていいじゃない。それより何の目的で私たち。桃子ちゃん、俺たちあっち行こう。マルシさん、ボールの握り方が違うんですよ。子供たちが、なんていうのかな、子供がどうであろうか、そこをさ、ボールを。あいだ。あなた喋れないの？私をからかってるのね。私とデートがしたいんでしょ。残念でした。私には彼氏がいるの。じゃあね、バイバイ。
邪悪なヒューマンが桃子を狙っている。狙ってるだって。やっほー、ダブル七木様、離せよ。クマ、あいだ、クマ、どう近づくな、近づくな、あいだ近づくなよ、おい近づくな、おい近づくなってんだろ、な近づくな、何だ何だ、何なんだお前、近づくな、近づくな、近づくな、てめえら近づくな、何ですか。ああああああ手が手が、あやめて止めて、ご所だからやめて止めて、あ全部暇さえないんですか。ディラスポーラ、あのメッセージあなた、何のメッセージ。ステーションだろ、君の名前。俺トール、俺ブーツだ。僕マリーって言うんだ、よろしくね、プル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 、じゃあね。丸い、丸い、あ、逃げた、あ、もう飛び出したんです、あ、もう飛び出した、待て待て待て、今の片山先生に似てたんだぞ。あ、あのくら、これいいのかよ、やばくないかよ、まずいんじゃないの、お産借りるよ、乗るなら早く乗れよ、見つかっちゃうよ、早く、あ、見つかったよ、おい、行かないと、誰が運転すんの、ハンドルの前に座ってる人、私、運転できるの、間違える、終わる、ダメ、はい、行っちゃったよ、早く、早く、早く、来ちゃうよ、早く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 、降りろ、早く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 、どうしてこの時に信号守るんですか。私は教職者です、信号は守ります。あ、絶対に通さんぞ、この車にはな、お前らかけても困ったな、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、生活がかかってんだよ、バカ野郎、俺の生活はどうなんだよ。すげえじゃん、なんだこれ、オートマチック、それなら相当やった、何でくれ、俺の船だ、帰んねえ、通訳の気がして、
やあ、僕の名前はステーション。あのメッセージの？どうだった？読めた？うん、こんな複雑な心初めてだよ。かなり屈折した人だね。どういうこと？多分ね、直属の上司が相当なエスパーなんだろうね。心を読まれることに慣れてる、開き直ってるって言ったらいいのかな。切れた。何？どうしたの？対超能力者用のバリアが意識の中に作られてる。自分の意思で作ったバリア？違うな、この男のボスだろう。もし彼が捕まってこういう風になった時、重要なことを読まれないようにする自動制御装置とでも言ったらいいのかな。それじゃ彼からは何の情報も聞き出せないの？いや、少なくとも彼がエスパー探しをしていることとゴールデンフレーム研究所というところが何らかの形で関わっていることは分かった。これで私たちの仲間全員揃ったみたい。 How do you know? 今の風がそう言ったの。来るわ。来る。本当だ、彼が来る。データをこうやって打ち込んで共通項を探すと、
邪魔します。どうも。銀次郎ちゃん、ジュースジュース。あ、マミ、大丈夫？僕たちとっても大事なミーティングがあるんだ。邪魔しないでね。はい、分かった。銀次郎、どうぞよろしくお願いします。え、こちらこそどうぞよろしくお願いします。ごゆっくりね。いただきます。いただきます。ジュースプリーズ。ジュースプリーズ、ママ。ジュースプリーズ。ジュースプリーズ。ケチ。共通項は。ん？ウォーター？ん？大いに会えるのは水のある場所から水のある場所への移動時？もしボーイと話したければ。同じ速度で移動すること。ありがたいお答えだよ。ドローのテレポートがある。モモコを抱いてボーイを追いかけるの。抱く？うん。ジェットコースターじゃないって。いや、それしか方法はないんじゃないかな。どう、モモコ？トールさんがよければ。どうなるさ。おい、いい？なんで俺に聞くのさ。聞くのよ。決まり。問題はどこでボーイを捕まえるかだが。来るかな。綺麗な夜空だな。もし来なくてもこうやって僕らを会わせてくれたボーイに感謝したいな。ところで敵の方はどうするのさ。ゴールデンフレーム研究所ほっておけばモンコはまた襲われるぜ。いや、俺のこともエスパーだってバレちゃったから。大丈夫だよ。あの二人の邪悪なヒューマンは力を失ったし、モモコには危険な匂いはないから。来るわ。プールに入って。うん、よし。みんな待ってよ。早く。何やってんだよ。動けねえんだよ。動かなくていいんだよ。僕の大きい袋になってくれれば。ほら。早く。大丈夫か。頑張れ。早く。金次郎、大丈夫か。捕まるんだ。ありがとう。さあみんな、輪になるんだ。うん、手をつないで。祈るんだ、強く。モモコ、今だ。落ちる瞬間、僕は
曇りのない5つの心と生まれてくる1つの心を見たから、その心を叩いて呼んだ。私たち6人は今日初めて会ったのよ。本当にずっと昔のことなの？君はもっともっと小さかった。忘れたことを思い出して、君たちだけが僕の心を開く。ボイ、私の手に触って。ボイ、僕はここにはいない。小さな水の中、もうすぐ大きな水に移される。そしたら二度と時のない川を飛ぶことができない。そんな、かつて親友だったよな。慎吾という名の若者はずっと昔に死んだ。入ってよろしい。里山先生、二人の記憶はじっくりと観察させてもらった。お前たちが今日相手にしたのは未熟とはいえ超能力者の集団だ。バカか、下等なヒューマンか、責任はどちらが取る？弾は一発だけしか入っていない。どちらか一つの死体で今日の不手際は忘れてもいい。お前が自分で始末できるような人間であればな、未熟者め。超能力者のグループはどうしましょう？この程度のエスパーは明後日になれば何ダースでも製造できる。それから捕獲すればよい。はいはい。おかしいな。
え、何が？敵が中にいるのか？違うよ、モモコのことは。お前ね、人のことを呼び捨てにするのどうにかできないのかよ。いいじゃない、そんなこと。ね、モモコのことは敵に捨てる気でしょ？けれど、この家がヤバくなる様子って全然ないんだ。言い換えると、モモコはこの家にいる限り安全ってこと？そうだね。とにかく中に入ってさっきの情報の検討しましょう。それよりもさ、敵地に侵入と行こうぜ。住所も分かってることだし。まずは検討。だってさ、ボーイも時間がないって言ったんだろ。早く助けてくれって。トールが体力を消耗してるし、襲撃は明日だ。リーダーみたいな口聞くじゃんかよ。元春、何か面白くねえんだよな。桃子もさ、俺の幼馴染だかこの連中の幼馴染だか分かんないしさ。みんな先に私の部屋行ってて。うん、やった。本気で言ってんの？俺、団体割引の付き合いって嫌だから。それも本気で言ってんの？個性が強いんだよね、俺。本当分かってるんだけどさ、主役は桃子。何かね、俺ね、桃子とボーイが見てる夢の中のさ、脇役の一人かなって気がすんだよね。えい！いってぇ！行こ。ほとんどハートブレイク。なんちゃって。これがどういう、ボーイを救うためにはみんなが会ってたかどうかが重要なのさ。うん、そうだな。こう帰ってたの？あ、桃子、いや、男、男ばっか。あんたたち一体どっから入ってきたんですか？玄関から。玄関からですよ、はい。玄関からって、私の友達よ。あら、桃子の友達なの？そう。あら、すめ、まあびしょびしょじゃありませんか、みんな。どうしたの、この。大丈夫。早く着替えなさい、風邪ひいちゃう。ママ、早く寝てね。早く寝てって、そう寝ますけど、あんたたちこそ。ママ、ね、平気。あ、大丈夫。おやすみなさい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 。本当に大丈夫。大丈夫ですね。はい。はい。おやすみなさい。桃子、はい、これ。ありがとう。ありがとう。どうしてみんなが会ってたかどうか、重要なのさ。それが分かんないとボーイの落ちた小さな水が分かんないじゃないか。無視無視、先進もうぜ。僕たちの知ってる共通の水のある場所があるはずなんだよな、きっと。例えば？うん、公園の池とか。あ、三崎公園、あそこにでっかい噴水があるよ。それ、どこにあるの？知らないの？今考えたんだけど、ボーイが落ちた時に見えたもの、私の意識の中にプリントされてないかしら。あり得るね、ね、ステーション。どうしてさ、ボーイの体験なのに。ムシムシ、先進もうぜ。そういうことをさ、きちっと説明してくれないとさ。だからさ、桃子が言ってるのはテレパシーでボーイと対話しただろ、その時のこと。テレパシーはしっかりイメージを送りつけるわけだから、もしボーイが地球に落ちた話をしたのなら、その映像も同時に送ってきたのかもしれないじゃないか。先進もうぜ。どう、あり得る？それは可能だけど。だけど僕まだ女の人の中に入ったことないから。わっ、わいせつな言い方だな、おい。そういう意味で言ったわけじゃないだろう、いやらしいな。何言ってんだ、とちこと嫌いせないか。いつもそうやっていやらしい方、いやらしい方に考えてる。ペン広げすぎてんだよな、みんな。いや、何言ってんだよ。やろうじゃねえ、なんだそれ。やろうよ。穴開いてなんだ。やめろって、ほら。元春、ステーションとうまくやれよな。どうしてそういう言い方するの？誤解しないでくれよな。ジェラシーなんてないぜ、欠片もないんだから。でもね、脇役だって主役食っちゃう場合あるんだからな。どういうこと？君たちシビリアンにはね、ソルジャーの気持ちは分からなくていいんだよ。じゃあな。女の子たちの中には男にキスさせたり、キス、ふざけさせたりしているのもいるわ。でも楽しんでそうしているんじゃなくて、男の子に好かれようとしてそうさせているだけな。好かれようと、好かれて。パパ、パパ起きてよ、大変。パパ起きてちょうだいよ。ねえ、異性に対する好奇心から飛行に走るんですって。どうしよう。そう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 、そうなの、そうなの、そうなの。早く行きます。
ちゃった。入っちゃった。ダメ。ボーイと会った時のことだけ考えて。見えた。遊園地に向かって落ちてくのが見えた。それから？水に落ちたんだけど、水の中の金粉がパッと舞い上がって、こっちはよくわからない。ずっと昔、どっかの遊園地でみんなが会ったってこと？昔の記憶探り当てるの大変なんだ。古い映画見てるみたいにイメージにも汚れがついてるし。やっぱしそれ読売ランドじゃないかな。そうだよ。悪いけど僕は読売ランド行ったことないし、中学に入って以来他の遊園地にも行ってないんだ。今の6歳の時の記憶だろ。どうしてそんなに鮮明なの？やだ、まだ私の心読んでたの？ごめん、パワー切るの忘れてた。はい、スイッチオフでも不思議だな、まるで昨日か一昨日の出来事みたいに鮮明なイメージだった。うん、元春はデイドリームだって言うんだけど、私一昨日6歳の時の体験したの。それからよ、不思議なことが起こり始めたのは。どこの遊園地？青葉台遊園地。俺行ったことある。俺も。あそこなら僕知ってる。僕知らない。そうか、あそこは 4,5 年前に閉鎖されたもんな。それに桃子さんが6歳の時、銀次郎はゼロ、ナッシング、無。違う、ボーイはこう言ったのよ。曇りのない5つの心と生まれてくる一つの心を見たって。ね、もう一回私の中に入ってくれる？うん。うわっ、いてぇ。あっ、僕がいた。桃子はまた暴れてんのよ。桃子は暴れたんだって今。はいはいはい、はい、はい、じゃない、もう起きてよ。パパったら起きて。お父様。あ、美味しかった。今買ったらね。はい。大丈夫？うん。首の辺りがちょっとね。はい、これ。いて、もっと軽くやってよ。これぐらいやないと。そうだ。問題の日にさ、その遊園地で撮った写真でもないかな。あ、ちょっと待ってて。うん。分かった。いて、もっと軽くだって。パパ。はい。食事中に新聞はやめたら？おいえ。何がおいえ。ママ、これお願いね。あ、はい、はいはい。はい。わあ、よく食べたもんね。ねえママ、昔のアルバムどこだっけ？写真ならみんな書斎ですよ。昔のアルバムなんかどうすんの、ももこ。うん、なんでもない。優しくて可愛い子に育てたはずなのに、
の5人の男たちがいけないんだわ。そうよ、昔のアルバムを見てね、桃子に対する私たちの愛情をテストしようとしてんだわ。そんなことないでしょ。そんなことあるわ。新聞見てる間ないわよ。もう絶望よ、私たち。どうしたらいいの。桃子の遊園地での記憶は、高校生の体がぶつかりそうになった瞬間凍りついちゃってるんだ、うん、その後の時間がない、消えちゃってる。そのショックでステーションは飛ばされちゃったの。つまりね、時の流れを乗り物に例えれば分かってもらえるかな、うん、その乗り物が急ブレーキをかけて振り落とされた。でもその後の時間がないって。うん、多分ボーイが落ちてきたことと関係があると思うけど。よく分かんない。6歳から後の時間がなかったら、なんで私が今16歳でここにいるの。こういうことじゃないかと思うんだけど、メジャーかなんかあるかな。メジャー、あ、ありがとう。ちょっとそっち引っ張って。このメジャーを桃子の時間とするね。うん、10センチのところを、じゃあ6歳の遊園地での時間としようか。うん、それから桃子は成長して16歳になりました。うん、この50センチのところが2日前の桃子。うん、ボーイが落ちてきて桃子の時間を狂わせたわみを作った。それで6歳の時の記憶が一昨日のことのように鮮明なんだ。じゃあ、うん、ボーイを助けると時間はつながる。あ、これ俺だ。え、ほら、どこどこ。こいつこいつ。トル、君の記憶も読んでいいかい。え、だってさっき古い記憶は不鮮明だって。この写真一枚で今君はいろんなことを思い出してる。記憶がリフレッシュされてるんだよ。そうか、うん、行くよ。うん、銀次郎がいた。僕生まれてないよ。ああ、銀次郎のお母さんがいた。うわ、あれはブーだな。ごめん、ごめんね、ごめん。僕だ。悪い。さあ、問題の一瞬が近づいてきたぞ。大丈夫だよ、今度は用心してるから。あれ、あいつ丸い。間違いない、桃子をさらおうとしたやつだ。止まってしまった。そうするとボールを取ろうとしている高校生が丸いのボスのエスパー。その可能性は強いね。偶然円形状に集まった僕らにボーイの超能力が分け与えられたんだから。うん、その円の中の水にボーイは落ちたんだ。うん、そう。でも問題はその円の中に水が見えないってこと。水たまり一つない。次の選挙で梨本派に政権が移ってからでは遅いからね。よう思いましたな。違うもんだね。あなたが内閣の情報局を牛耳られ、あなたが経済圏を手中に収め、これで日本の政財界の中枢をがっちり抑えることができるというわけだ。で、いつから大量生産に入れるんだね。誤解しないでいただきたい。車を生産するようにはエスパーは作れません。ことに完璧なエスパー。完璧なエスパーの育成体制にはいつ入れるのかね。この中にいるボーイをあのプールの中に解放します。24時間でボーイは完全に水に溶け、あのプール自体が超能力の源になる。マルイはダメな男です。先生を守ることもできなかった。ヘルブモモコ、助けて。片山先生、僕はボーイ。モモコ、どこにいるの。
僕はもう遠くへ。語りかけるのは無理。どうして僕なんかに。でも済んだよ。だから僕のメッセージ届いた。僕の心が済んでる。うちの子供もあのプールで泳いだら超能力者になれるかね。とりあえずは私専用のプールです。木を見て徐々に今訓練中のセミエスパーを完璧なエスパーに育ててまいります。次の選挙に間に合うのかね。おかしいな、あいつエスパーのくせに俺が盗み聞きしてんの分からねえのかよ。あの連中を相手にしている時、フレームは二人の腹の中を読むので手一杯。完璧なエスパーでも往生するほどの腹芸の持ち主なんだよ、この国の政財界の人はね。ボーイはあのピラミッドの中だ。助けてやってくれ。ボーイと話したんだよ。ボーイと、なんでお前みたいな悪人が。僕の心はね、乙女みたいに清らかなんだって。ボーイが保証してくれたんだ。そのことはともかく、早くあのピラミッドを桃子に届けてやってくれ。でも絶対にやっちゃいけないよ。6歳の桃子の手に届くまではね。ちょっとおじさん、早くしないとあっちの腹毛大会終わっちゃうよ。次の選挙までには第1期生10人作り上げましょう。間違いないな。間違いありません。逃がすな。一人で。わけに一人で。なんで。あ、どうした。どうしたでしょう。遠くで元春の声。ええ。研究所近くの TO ビルダー追われてる。追われてる。元春が一人で。なんで。トール、銀次郎と先に飛べ。うん。俺も乗りたいけどな。ジェットコースターじゃないって。僕が行かなきゃ逃げ場所が分かんないんだ。そうだよ。うん、ほら早く。よし。やった。行こう。
ボーイはこの中だ。よし。いらっしゃいませ。子羊の丸焼きテイクアウト。何も聞こえない。もう一度呼んで、元春呼んで、お願い元春呼んで。
もとあるよ。私が遊園地で買ったもの、あの時ポシェットの中に入れてたわ。やっぱり行くの？死ぬかもね。うん、怖いのか？怖くないのか？怖いよ。けどさ、でも地球に落ちてきたボーイを助けられるのは私たちだけ。行こう。ようこそ未熟なエスパー諸君、この声がわかるか？テレパシー？すごいパワーだ。5人同時に話しかけてる。もう少し私のタワーを知ってみたいかい？あ、なんでここは？どうしたんだよ。ダメよ、動揺しちゃ。まっすぐ前を見て歩いて。前にはボーイがいる。ボーイを見続けて、心の目で。いつの間にエスパーの戦い方を覚えたのかな、モモコは。心に浮かんだ言葉を並べてみただけ。多分ボーイのメッセージ。そのボーイもあと1時間後には全て溶解してしまう。あの不思議な生命体が命の泉となって、私に永遠の若さを約束し、無敵のエスパー軍団を生んでくれ。望めば君たちも私の部下になれる。無能な生命体をことごとく抹殺して、この星を神聖させる力となる。Thank you.
ああ、大丈夫。あ、兄。危ない。どうもすいませんでした。すいません。あ、そうなの？あら。どうしよう。ここじゃしょうがない。ちょっと待って、もっと大きいの持って。ダメ。ドーナツだ。あら先生、ドーナツお好きなんですか？大好きですよ。私も大好きなんですよ。あ、今日時間あるんですか？あります。本当に？じゃあちょっと行きましょう。美味しいとこあるから。ドーナツとミルクが合うんですよ。2人なんですね。すごい、ね、ねえねえ、野球部調子いいんだって？田村さん絶好調。甲子園で優勝するかもね。うん、そうだ、今からグラウンド行ってギレしちゃおっか。はい、私たちが行ったらもっと。よっ、私用事あるから。おお、俺たち単なる幼馴染、お前たち単なる表金属。おいしそう。いいね、行こう。バイバイ。よかった。よう、桃子、俺今度地区大予選通過したんだ。本当？で、今度の日曜日試合だからさ、見に来てくれよな。うん、行く。乗れないで。ロスじゃね、もう全くビビド感覚でね。ルイットって何？教えてよ、銀次郎くん。まあ、それぐらい自分で考えなさい。やりきれないよ。いや、もうこう知り合い？うん。あ、桃子、ちょっと待ってくれってば。ハンバーガー食いたいのか？俺のものはコーラ。はい。あと私1バーガーも。あ、はい。あ、モモコ、ちょっと待ってくれってば。どうしたの？なんでもない。へえ、なかなか面白そうじゃん。パイレーツなんかいいね。ちょっと俺切符買ってくるわ。
ボーイ。そうか、戻ってきたか。よかったな。あ、ママ、あれ、あ、いた、ママのとこ行こう。え、泣かないの、泣かないの。よしよし、ママ、よっ、どうぞ。ほらね、夢の中で自分が夢見てるのかなって思うことある。何言ってんだよ。今もそんな感じ。本当に今日ちょっとおかしいんじゃないか。ね、シャトルループに。え、怖くないのかい。大丈夫、行こう。よし、あなたを待っていた。名前